復習です。今回は10から0まで、反対方向で言ってみましょう。いきます。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0できましたか 次は、連続読みです。1から10まで連続して読んでみましょう12345678910反対方向です10987654321 長寿に慣れてきましたかでは、10から31までの練習をしてみましょう。少しスピードをつけて発音しますので、皆さんもついてこれるように一緒にやってみます。し、しびしび、しっさん、しっさ、しぼ、しみう。 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 되기ました까 日付の学習に入る前に、二つの漢字の確認をとっておきたいと思います。お読みとく読みのことです。まず最初に、月と月のお読みがあります。日付の場合には、月を使ってますね。次に、日です。あと、く読みは月と日があります。 韓国語もそれぞれの対応関係があります。まず、月や月にあたるお読みは、월って言います。今回の日付の月には、월が対応します。次に、日は韓国語で、いっていうお読みを持っています。皆さん、日本、日本、誕生日の常備は、 生日ですでに皆さん勉強してますね。今回の内容ではないですが、月に対応する韓国語の訓読みは、こういう語は、イです。覚えていらっしゃる方は、カレンダーを韓国語で体力で勉強しています。次に、日は、ナイと言います。 子供の日であれば、おりになる。親の日は、おぼいなると言います。今回の日付は、わルといりが必要になります。では、月の大読みであるわル、このわルを単位にして、1月から12月まで。発音の練習をしてみましょう。 最初に1 일월 일월 일이이나리1 1 1기와 이월 이월 삼월 삼월 되1 1 1까 삼월 1기와월월월월1월 ここが難しいですね。ユウォっ、わる。ゆごルとは言わないです。実際、ゆごるっていうのは、京山道、南の方の方言ではまだ使われているんですが、ソウルを中心とした標準語では、パッチンを落として発音します。ゆごル 6月になりますので注意が必要です。次は、7月、7월、8月、8월、9月、9월、10月、10월、6月と一緒に、この10月もそうです。 しぼるって言うと、生って聞こえたり、間違って聞こえます。通じることは通じるんですが、きれいに発音するために、は、パッチンを落として、しぼるで発音してください。あと二つです。しびろシビロろる。最後です。しびるわる。 12월. 대화, 처음부터 끝까지.もう一度言ってみましょう. 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월. 何度も練習してみましょう。次は、日の練習をしてみます。1日から10日まで。まず練習してみましょう。1日1日2日2 3日3日4日 4일 5일 5일 6일 6일 7일 7일 8일 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 9일 9일 10일 10일 できましたか次は11日から20日までです。11日,日12日12日1 2日1 3日1 3日14日、15日。 15日、16日、17日、17일18日、18일19日、20日20일では、日付の最後です。 だんだん噛みやすくなるので気をつけてゆっくり言ってみましょう。21日22日22日、23日,23日24日25日 25일 26일 26일 27일 27일 28일 28일 29일 29일 30일 30일 31일 31日11日、21日、31日が難しいですね。31日はもう一度、31日と言います。では実践です。日付を聞いてみましょう。오늘은몇월며칠입니까 最初に、何月は、苗ドルって言います。苗の発音が、単独の素根の t の発音なので、連音されると、五中の発音となり、t が2で上がります。苗掃、苗ルになります。次、厄介なものは、この何日の綴りです。 苗医とは書かず、苗治と書きます。なぜかと言いますと、苗医って書きますと、理論的に苗治と読まなければいけません。しかしながら、韓国の母語話者は、昔から苗治、苗治と言ってきました。すると、表記と 波長の違いが生じてしまい、混乱が生じやすくなります。そのために、読み方通りのめっちっていうのが正しい綴りになっています。今日を3月15日としましょう。すると、 3월15일입니다。3월15일입니다のように書きます。勉強のためにアラビア数詞を綴ってみましょう。3월15일입니다。ご覧のように数詞と単位は話して書きます。 次に誕生日を聞いてみましょう。일이 언제입니까? 생일이 언제입니까? 맞아와 생일이 몇월 며칠입니까? 생일이 몇월 며칠입니까? 6月1 1日の場合 6 월, 6월11일입니다。難しいですね。続いてゆっくりゆっくりやってみましょう。6월11일입니다。니다この6月は6월ではなくて 弱いでしたよね。次、日にちは、なんと、3カ所で連音が起きます。しびりりみだ。しびりりみだ。何度も練習してみましょう。21日の場合は、ここににがつくので、いしびりりみだ。いしびりりみだ